たまちゃんはお料理作ったりするの？しますよ。あのゆうちゃんなんですけど、私何にも料理しなかったんですよ、教員になって。だから調理道具も持ってません。包丁も持ってなかったんです。その状態でど田舎の学校に行ったんです、人口300人、283人のところに行ったんです、山しかないみたいな、で民家がまずないみたいな、店はないみたいな。店がないから食べるもんがないんですわ。食べるもんがないから、下から1時間ぐらいかけて下に降りると、それは普通の店がありますわ。でも山に登っていくともうないんで、で最初ね、たまたまビールの、その時まだビール飲んでましたんでね、ビールのつまみにあのひまわりの種みたいな、かぼちゃの種みたいな、あのナッツ類みたいなのを食べてたら、隣に教頭先生が住んでたんですけど、お前何食べてんのっちゅう話になって、えかぼちゃの種食べてますっつったら、お前さって料理したことないのっつって、全然ないですって、包丁もありませんっつったら、俺が教えてやるから来いっつって、その教頭先生はめっちゃ料理が大好きな人だったんですよ。男性だったんですけど、魚もめっちゃさばけるんですよ。で聞いたら、あの何、あの港町で先生やってた時代があって、その時に毎日トロ箱って分かりますかね、これぐらいの木の箱に魚がいっぱい入ったのを毎日毎日もらってたんです。先生取れたから取れたからっつって、そんな困るからっつってさばいてたら、いつの間にかプロ級の腕になって、またさばいたやつを自分で料理するようになって、気がついたら料理大好きになってた先生がいて、もう私の大好きな京都先生なんですけど、でその先生に呼ばれて、お前じゃあ俺が作ってやるから、じゃあお前も覚えろよみたいなことになって、そこから私料理を作り始めて、私こうですから、料理が楽しいなっていうのは分かったら、もうそこからガーンってのめり込んでいって、気がついたら私が買う調理器具を全部プロ用の買いました。そしてなぜかそれがね、今生かされてるんですが、不思議ですよね。今私の家にある調理器具ほとんど私のものなんですけど、全部業務用で揃えててよかったなって、それが今業務になってますんでね、なんだこれはみたいなことになりますけど、あの基本的に何でも作れます。はい。だからあの妻とだいたい一緒に作って、一緒に食べて、一緒に片付けてみたいな、まあどっちもどっちみたいなことやってますね。不思議ですかね、私が料理作るの。別に不思議じゃ、そう言われてみるとそんな不思議じゃないでしょ。ですよね。まあそう言われてみれば、それはあなたが料理するっつったって、あもっと言えば私運転もしますよ。まあ西日本の人は分かってるんですよ、私が運転する。東日本の人は、えタマちゃん運転できたのって言いますからね。で私が運転してるとこ見たことない。いつも飛行機で来て、電車で移動して、人の車に乗って移動してますからね。えタマちゃん運転できたんだって、当たり前じゃねえかみたいな、田舎で免許がなかったら死ぬんだよみたいなね、本当に面白いこと考えるなって思います、人ってね。はい。